皆さんこんにちは、かっちゃんです。ジャッキーニということで、今日は夏に旬で大好きなズッキーニに長芋、メカブ、夏野菜をたっぷり合わせて、ネバトロ食感がやみつきになる美味しさ、ネバトロズッキーニを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ズッキーニ1本 200g の両端を切り落とし、3から5ミリ角に細かく切ります。切り終えたら塩小さじ1/2を揉み込み、10分ほど置いておきます。みょうが2個は縦四つ切りし、3ミリ幅ほどに包丁を入れ細かく切ります。切り終えたら5分ほど水にさらしてアク抜きします。みょうがが苦手な場合はみょうがなしで作ってみてください。ちくわ3本は縦5等分ほどの細さに切り、3ミリ幅ほどに細かく刻みます。大葉、小麦は茎を切り落とし、みじん切りします。長芋 100g の皮を剥いて、ズッキーニと同様の大きさに細かく角切りします。角切りしたらボウルに入れ、酢小さじ1を入れ合わせておきます。はい、では今ズッキーニを10分置いて、みょうがを5分水にさらしたので、ズッキーニを水できれいに洗い流します。ズッキーニを水で洗い流したら、手で握って水気を絞り、長芋の入ったボウルに入れます。ではみょうがも水気を切ってボウルに入れます。ではズッキーニにみょうがを入れたら、刻んでおいた大葉とちくわを入れます。食材をすべてボウルに入れたら、白だし大さじ2、水大さじ2、砂糖小さじ1、メカブ1パック40g を入れ混ぜ合わせます。はい、では全体を混ぜて、もしここで味を見て薄く感じる場合は白だしを調節して足してください。ではこんな感じで混ぜるだけで簡単、ネバトロズッキーニの完成です。はい、では出来上がったら、このままで食べていただいてもいいですし、ご飯の上にかけたり、薬効にかけたり、麺類と合わせて食べてみてください。今日はちょっとご飯にねかけても食べたいので、麺はこんにゃく麺買ってきたので、ご飯にかけるのとこんにゃく麺にかけて食べようかなと思います。少し麺類と合わせるとき味薄く感じたら、麺つゆや白だしかけて調節してみてください。はい、ではこんな感じで切って調味料と和えるだけ、ネバトロズッキーニの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はズッキーニに夏が旬の食材をたっぷり合わせたネバトロズッキーニを作ってみました。それでは本日はほろ酔いレモンみかんで乾杯。乾杯。くーレモンみ。じゃあ早速いただきましょう。今回は旬で大好きなズッキーニにたくさんの野菜を合わせて、ネバトロ食感が美味しいネバトロズッキーニを作ってみました。じゃあまずね、このままでいただきます。今ね、冷蔵庫で少しね冷やしておきました。夏場暑い時は冷やしてね食べるのおすすめです。じゃあいただきます。
ネバウマ。めっちゃいい味。ズッキーニを丸ごと1本使ってあらかじめ刻んだら塩もみすることで余分な水分が出るので、他の食材や調味料と合わせても味が薄くなることなく美味しく仕上がります。で、長芋は細かく切ったら酢を合わせておくことで変色防止になることプラス酢の爽やかな風味が全体に広がって、砂糖も入れているのでほんと甘酢のような感じで仕上がりの口当たりもよく美味しいです。で、長芋から粘りが出つつも、メカブを入れることで、この全体にネバトロッとした感じが、夏場でも食べやすく美味しいです。で、今回ちょっとね、ポイントなのが、ちくわを入れたんですけど、ちくわを入れることで、全体に塩気が出ますし、なんかちょっと野菜だけだと物足りないかなってこともあるんですけど、ちくわを入れることで、食べ応えがあって美味しく仕上がります。大葉やみょうがを結構たっぷりめに入れているので、これもこう食欲が落ちるような時でもみょうがや大葉の風味で食欲が湧き立ちます。もし最悪大葉やみょうが苦手な場合はなしで作ってみてください。じゃあ、この丼をいただきます。ミニ丼。うん、合うわ。味付けはもうシンプルに白だしやちくわの塩気、あとね、味付けのメカブ使っているので、ほんとそのメカブの味だけでさっぱり和風の味付けになってます。なのでそのままで食べてもいいですし、こうやってご飯にかけて食べても美味しく食べられます。じゃあ最後ね、こんにゃく麺をいただきます。おお、これもあのネバネバなんでよーく麺に絡みますね。うん、麺にも合うわ。で、このネバトロの感じが美味しくて、冷蔵庫で冷やしても美味しく食べられるので、夏場麺類に合わせたり冷ややっこの上にトッピングして食べても美味しく食べられます。ズッキーニって結構生で食べられる野菜なのかなって方多いかと思うんですけど、私結構ね、生で使うレシピよく出してるんですけど、生でも美味しく食べられるので、ほんとこうやって食材と合わせるだけでなんか箸止まらなくなるような美味しいレシピになってます。うん、はーい。ということで、今日はズッキーニをたっぷり使ったネバトロズッキーニを作ってみた動画でした。旬のズッキーニを丸ごと1本まるっと使って食材を切って和えるだけで簡単に美味しく作れるレシピになってます。この細かく切ったたっぷりの野菜がシャキシャキっと、かつネバトロ感もありながら薬味の風味で夏場にさっぱり美味しく食べられるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイズッキー。もはや飲める。